はい。皆さん、こんにちは、えー。パワープラットフォームウィークリーニュース。今週もこの時間がやってまいりました、えー。今週からちょっと変えてみようかなと思ってまして、えー、今週ね、13件ポストがあるんですよ。で、まあ、ちょっと数が多いので、えー、今回はね、それぞれ1個ずつ、そのサービスごとに、えー、撮ってみようかなと思います。で、この動画は、えー、まずはパワーアップス編ということでいきたいと思います。それ早速行ってみましょう。レッツゴー。 はい。画面を切り替えました。えー、見てわかる通り、今週は全部で13件のポストがあるんですけれども、えー、まずこの動画は、パワーアップスから、えー、行ってみたいと思います。パワーアップス編ということで、パワーアップス、えー、全部で5件ありますね。はい。 じゃあ、早速行ってみましょう。えー、パープス1件目からでございます。パープスー1件目はパープラットフォームコマンドラインパープラットフォームツールズフォービジュアルスタジオコード順アップデートということです、えーと。ビジュアルスタジオコード向けの CLI ツールですかね。えー、これのアップデート情報ということのようです。 えー、6月の更新プログラムということです。えっ、ー、と、スタンドアローンパワープラットフォーム CLI ですね。えっ、ー、と、VS コード用パワープラットフォームツールの間でかなりの憶測、測がありました、えー。この記事が混乱の一部を解消し、あなたが注意すべきいくつかの重要なポイントを持つことを願っています。ということで、なんか、なんか混乱があったのかなはい。 フィードバックに基づいているような気がしますけれども、えー、VS コード拡張機能のパワープラットフォームツールの一部として利用可能なスタンドアローンの、えー、パワープラットフォーム CLI と、えー、パワープラットフォーム CLI は同じです。同じです。はい。えー、っと、この場合、パワープラットフォーム VS コード拡張機能が ID のコンテキストで実行され、新しいバージョンの拡張機能が使用可能になると自動的に更新されるという点を除き、同じ機能が提供されますと。なるほど。 スタンドアローンのパワープラットフォーム CLI は Windows で動作しますが、VS コード用のパワープラットフォームツールは MacOS、Windows でも動作しますと。ああ、なるほどですね。えっ、ー、と、わかりました。スタンドアローンって言っているのは、要は単独のツール、CLI ツールで、それっちは Windows でしか動作しないよと。で、一方、VS コード用のデクステンションとして提供されているパワープラットフォームツールは、まあ、VS コード用なので、MacOS でも Windows でも。 動作しますよと、うんうん、なるほど。とてもここは分かりやすいですね。はい。で、えー、会社の内部ループ関数の一部でより良いラインとして、スタンダーロンのパワープラットフォーム CLI 上で VS コード用のパワープラットフォームツールを使用することをお勧めしますと。でそうは言っても、私は6月のスタンダーロンパワープラットフォーム CLI と VS コード用パワープラットフォームツールのアップデートをお知らせしたいと思います。はい。すでに7月です。<laughs> はい。<笑>,笑っちゃいました。ちょっと面白いですね。はい。 これ何英語だと何つってんだろう y e s yes, we know it is j o r y なるほどね。あ、そのものですね。はい。はい。えーと、で、えっ、ー、と、p a c p c f e ユニットということで、新しい PCF プロジェクトを完全に期化するために NPM インストールを行うようになりました。これは PCF、えー、開発。 コミュニティからの長い質問でしたこの経験を向上させるために、今では PCF プロジェクトのフォルダを初期化した後に別の NPM のインストールを行う必要はありませんよと。それから、PCPA ポータルコマンドも同時に同様に改善されましたと。ポータルデータのアップロードは並列に実行されるため、ポータルアプリケーションをより高速にアップロードできるためのパフォーマンスが向上しますと。それから、 並列実行時及びヤムルエラーが発生した時のエラー報告が改善されましたと。えー、などなどですかね。えー、っと、ちょっと飛ばしますね。えー、はい。えー、っと、あとはソリューション、ソリューションバージョン。PAC ソリューションバージョン。ここですね。はい。 えっと、バージョン管理戦略に基づいてバージョン管理の数を増やすことができるようになりました。PAC ソリューションバージョンコマンドの実行前と実行後の例を次に示します。以前はこうだったんですが、後にこうなりました。ということで、ん何が違うのこれバージョンが上がってるけど、1個減ってるのかなうん。うん、ちょっと詳細がよくわかんないですけど、 はいえー、私たちはこのアッ,プドアップデートで持ってきている変更の数に興奮しているのでそれをチェックしてフィードバックをここまたはコミュニティにくださいということのようです。まあ、何にせよあのアップデートあったよということなので、まあ、使われている方はアップデートしたらいいのではないでしょうか。はい、続いて2つ目です。えー Using Azure エ r e プレスルート with Microsoft Power Platform ということで、Power p l a t でもエクスプレスルートが使えますよということですね。はい。えーまあ、エクスプレスルートおー、これはなかなか馴染みがない人が多いんじゃないかなと思いますけれども、Azure のエクスプレスルートですね。えー、と、すっごいざっくり言うと、うんと、Azure 環境があって、 まあ当然、これパブリッククラウドなわけですよねと。で、皆さん、組織、会社で、オンプレミスのネットワークがあったりして、通常はインターネット経由してアクセスをしますと。それだけでも十分、なんだろう、Azure 側ではセキュリティは担保されているんですけれども、そこを専用線でつなぎたいよと。自社のネットワークと、それから Azure。 ね、インターネットの向こう側にいるクラウド、パブリッククラウドである Azure に対して専用線でつなぎたいよということが ExpressRoot を使うとできますと。まあ、これをプライベート接続というふうに呼んでおりますということです。で、えっ、ー、と、なので、この ExpressRoot を利用することでオンプレミスネットワークを、えー、Microsoft Cloud Service に接続する方法を提供しますということです。で、えっ、ー、と、この Azure の ExpressRoot なんですけども、 Azure 上のサービスではあるんですが、当然のことを、同じく Azure のデータセンターに存在している、Microsoft 365、M365 ですね。それからパワープラットフォーム、それから Dynamics 365などなど、こいつらも、えっと、Azure 上に存在してますので、同じデータセンターにいるので、これらにもエクスプレスルートを経由して、アクセスをすることができますというお話です。が、まあ、こういうふうに図で。 示されているわけですね、えー、とカスタマーズネットワークって書いてあるのが皆さんの会社のネットワークですと。で、えー、とこの緑がパブリックインターネットって書いてあるので、これがまあ通常のルートですよね。パブリックなルートを通ってアクセスすると。で、えっ、ー、と、青。青が Azure の Private Peering for v i r バーチャルネットワークスって書いてあるので、まあ、ここがエクスプレスルートですよね。 でエクスプレスルートどこをあの誰でも、うん、提供できるものではなくて、えー、と日本だといくつかの企業に限られてこれが提供できるというふうになってますあの物理的に専用線でつなぐ必要があるので、えー、と日本だとエクスプレスルートが物理的に提供できますよっていう企業さん いいいらっしゃるるんでですすすすけどままあ、そここととと契約をする必要がございますよということですなんで、完全なクラウドサービスだけで、えー、完結する話ではなくて、専用線でつなぐていうことで、まあ、許された、えー、事業者ですねが存在していて、まあ、そこがこう線を持っているので、そこに対してつないであげるということになります。皆さんのネットワークをつないであげるということですね。なんで、パートナーエッジ。 っって言って言るのこのパートナーっていうのは、エクスプレスルートが提供できる日本国内において、3社か4社か、そんくらいだと思いますけども、はい。えっ、ー、と、その人たちのことを、マイクロソフトから見たらパートナーと呼んでるんで、ここがパートナーの領域で、なんでこれパートナーエッジとここ言ってると。で一方、こっちがマイクロソフトエッジって言ってるんで、こっち側は実際の Azure のデータセンター側のエッジですね。なんで、ここが物理的につながってるんですね。なんで、ここはもともともうつながっているので、 やるのは、ここの部分を繋いであげるっていう必要がありますと。物理的につなぐっていう必要がございますよということです。はい。もちろん契約も必要ですと。で、えー、なので、これを使うとですね、えーと、パワープラットフォームもエクスプレスルートを使うことができますよということです。はい。で、一応、ドキュメントも存在してますよということのようですね。それから、あ、吉田さんじゃないですか。 はいはいはい、なんか言ってましたね。吉田さんが、えー、これ、まあ、本国行かれているので、えっ、ー、と、まあ、キャットチームとして、えー、YouTube 上がって、あが上げてるみたいですね。なるほど。ただ、おそらく向こうなので、これ英語でしょうね、全部で、ね、うん。なので、えー、まあまあ、あ詳しくは読んで、見てくださいということですね。ドックス読んで、えー、YouTube 見てっていう感じですかね。はい。えっ、ー、と、関与に、 うーん接続しなきゃいけない要件がある場合はですね、パワープラットフォーム使う場合でも実現ができますよということです。はい。さて、1、2、続いて3つ目ですね。えっ、ー、と、イント r ジェシングパフォーマンスインサイツ過去プレビュー for モデルドリブンアップスっていうことで、モデル駆動型で、えー、パフォーマンスインサイトが見れるよっていうご紹介ですかね。はい。 えーとモデル駆動型アプリのパフォーマンス向上に役立つ新機能であるパフォーマンスインサイトのパブリックプレビューを発表することに興奮していますということでそれは何ですかということでパフォーマンスはパワーアップスの顧客からのトップの質問ですと,、えー、とプラットフォームとしてのパフォーマンス向上への投資を継続する一方で問題のトラブルシューティングを行って Windows ユーザーのパフォーマンス向上を支援したいと考えておりますと パフォーマンスインサイトは、えー、ランタイムユーザーデータを分析して、モテル駆動型アプリのパフォーマンスを向上させるために、推奨の優先順位付きリストを提供するエンタープライズアプリを作成者、エンタープライズアプリの作成者向けのセルフサービスツールですと。えー、この機能を使用すると、生のテレメトリーデータ、ユーザーが取り組むための実行可能な作業項目に変換されますよと。問題が可視化されるということですね。 パフォーマンスインサイトは D365 セールスとか D365 カスタマーサービスなど Power Apps モデル主導または顧客エンゲージメントアプリカスタマーエンゲージメントですねのアプリのパフォーマンスに関連する分析的な洞察と推奨事項を毎日提供します。エンタープライズアプリの作成者は Power Apps メーカーポータルのアプリレベルでこれらの詳細な洞察を表示できます。と いうことですで。どうやって使うのってことですね。えー、make.purpose.com に、えー、行って、えー、ナビゲーションでアプリで、モデル駆動型アプリを選択します。す、ま、で、あ、にできている前提ですね。モデル駆動型アプリをすでに作っている状態だったら、それをまず選んでと。で、えー、コンテキストメニューでパフォーマンスプレビューを選択してくださいと。ここですね。これが出てくるので、これを選択してくださいと。 モデル駆動型アプリのパフォーマンスは次のような複数の要因によって影響を受ける可能性がありますと。ドクライアント環境をネットワーク、使用パターン、カスタマイズ、コンフィギュレーション、ウェブ、その他の項目と。パフォーマンスインサイツエンジンは収集されたデータを分析してページの読み込みや操作の遅い原因を特定します。されたイインサイトは 結果が全体的なパフォーマンスに与える影響に応じて重大度、重大警告情報で相当されます。推奨事項は使用上とテレメトリに従って生成されるため、運用環境などアプリが使用されている環境からパフォーマンスインサイトを使用することをお勧めします。ということで、詳細はこちらにドキュメントとビデオがあるので見てくださいとフィードバックはコミュニティにしてねということです。はい。まあこれ、あれですね。モデルクド型アプリ使っている方、 のどっちかというと管理側かな。まあまあ、作った本人でもいいんですけども、えー、定期的に見ることのがよろしいのではないでしょうか。はい。四、えー、4つ目でございます。うー、ジュライー 23rd バンクーバーユーザーグループということで、これはコミュニティコールですね。えー、と、はい。なので、ちょっと飛ばしておきましょう。内容はデータフローの話だったみたいですね。 それから、えー、パワーアップス12345項目。はい。これもコミュニティコールですね。えー、で、ジュライトレーニング 1st ってことってもう終わってるということで、これも飛ばします。はい。といったところで、パワーアップス編は以上、123455つでございました。はい。 ではですね、えー、続きが見たい方はですね、パワーオートメイト編に飛んでください。この動画は以上で終わります。はい、続きでまたお会いしましょう。それではまた。ゆうごでした。バイバイ。